アブダ4-4303号機が牽引する列車、ラウターブルンネミ駅事業用に転用された、アブダ4-4302号機が牽引する列車、2017年、同じくアブダ4-4302号機、2017年ベルナー・オーバーラント、鉄道アブダ4-4型電車は、スイス中央部の私鉄である、ベルナー・オーバーラント鉄道で使用される、山岳鉄道用ラック式電車である、 なお、本機は BCF4-4 型の301から303号機として製造されたものであるが、1956年の称号改正により、アブフ4-4型に、1965年の称号改正により、アブダ4-4型となったものであり、その後事業用車化されて、D4-4 4型となったものである。1890年に開業したベルナ・オーバーラント鉄道は、 その後1 9十四年の直流線五百ボルトでの電化に際して、ハジアん三型電気機関車九機を用意したが、1 9四十年代には、その後輸送力の増強が必要な状況となっていた。当時のスイスでは、1 9三十年代後半から1 9四十五十年代にかけて、SLM と BBC が製造した二軸ボギー台車に、 コンパクトにまとめた、ラック式もしくは、粘着式、ラック式の駆動装置を組み込んだ、同軸二軸で、低格出力150から2 5 0ットの、消出力のラック式電車が、モントルー、グリオン鉄道、グリオン、ロシェドネー鉄道、エーグルレザン鉄道、ベイマイナスビラーブルタユ鉄道の、各鉄道に導入されていた一方、ブリークヒスプツェルマット鉄道やフルカオーバーアルプ、 鉄道では、ハジア4、4I 型のような、二軸ボギー式台車に粘着式、ラック式の駆動装置を釣りがかり式に操化した1時間計画出力700から9 0 0ット級の機関車を導入していた。このような状況において、ベルナ・オーバーラント鉄道では、新しい動力車を増備するにあたり、終電動機を台車操作とした中型の電車でも、 定格出力6 3 0ットを発揮できる見込みとなったため、従来の電気機関車ではなく電車で客車列車を牽引することとなり、1946年に発注、1949年に導入した機体が本形式である。本形式は、車体、機械部分、台車を、SLM、電気部分、主電動機は BBC が担当して製造されたもので、 小型高速回転の主電動機を代車総火とした直角カルダン駆動方式の粘着式、ラック式の代車を装備して1時間低角出力 632kW、原因力 98kN を発揮する汎用機である。なお、基板と SLM 製板、製造年月日、製造所は、下記の通り、ありがとうございます。